20年東京五輪世代の主役候補、ドイツ一部ハンブルガーシーベルトの MF 伊藤達也、2.0.2 欧州6カ国の計10クラブが興味を示していることが16日、分かった。各国関係者の話を総合すると、日本から J リーグを経由せず本場欧州に引き抜かれた異色ドリブラーに対し、イングランドプレミアリーグのマンチェスターシティ、イタリアのインテルミラ、トリノ、ドイツのライプチヒ、シャルケ、フランクフルト、ウォルフスブルク、オランダの PSV、ポルトガルのベンフィカ、オーストリアのザルツブルクが熱視線を送っているという。写真、ドリブルするハンブルガーシーベルト伊藤達也。伊藤は9月24日のレーバー空前戦で初出場。20歳にして通算30人目の日本人ブンデスリーガーになった。6試合連続の出場となった直近4日のシュツットガルト戦も先発し、3-1の勝利に貢献。左右のウイングを主戦場に、キレのある突破でカウンターの味方ターゲットになっている。伊藤は18歳になった15年6月に、ハンブルガーシーベルトと来年6月までの3年契約を結んだ。クラブは契約延長を希望して交渉を進めているが、予想以上の活躍で市場価値が上がっているといい、他クラブも人気沸騰前の獲得を視野に入れている。19日には代表期間明けの敵地シャルケ戦があり、出場が濃厚。スカウトが退去する可能性も出てきた。9日の五分相手の練習試合で、トップチーム初ゴールを記録するなど好調を維持。クラブが、旋風と形容する東京世代、伊藤の周囲が騒がしくなってきた。伊藤達也、1997年、平旧、6月26日、東京都生まれ。14年の UAE での国際ユース大会でハンブルガーシーベルトと対戦し、スカウトの目に留まる。柏 U18、18歳以下、時代の15年にハンブルガーシーベルトと契約。U19、ドイツ4部の2、セカンドチーム、を経て今季トップ昇格。日本の世代別代表歴なし。目標の選手は元フランス代表 MF リベリ、B ミュンヘン。